はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日2月9日水曜日です。今日はですね、今年の秋から放送予定の朝ドラ舞い上がれの新キャストの第1弾がですね、2月7日の NHKPR 公式ホームページより発表となっておりますので、その新キャストとヒロインとの関係の方を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではヒロインのプロフィールから紹介していきます。ヒロインは岩倉舞ということで、岩倉舞役を演じるのは福原遥さんです。ヒロインの決定に関しましては、去年の11月25日 NHKPR 公式ホームページより発表になっておりまして、その中でどのようにして選ばれたのかというところも公表されておりました。2545人のオーディションの中から選ばれたようです。福原遥さんは朝ドラ初出演ということですから、朝ドラ初出演にして初主演に大抜擢されたことになります。はい、それでは舞のプロフィールですが、ものづくりの町東大阪市の町工場で生まれ育ちます。幼い頃から人の気持ちを察するのが得意な一方、自分の気持ちを抑えてしまうところがあったようです。しかし五島列島の祖母や人々と触れ合い変わっていく様子です。飛行機への憧れから大学で人力飛行機サークルに入って作り手として活動するようですね。はい、私このプロフィールを読んでいて、まず思い出したのが、民放局にはなりますが、琵琶湖で毎年行われている鳥人間コンテストという番組があるんですけれども、このようなコンテストに参加する舞が描かれていくのかなというところで楽しみでもあります。そしてひょんなことから作り手からパイロットに転身することになり、自らが大空を飛ぶことを経験、大きな感動を覚え、旅客飛行機のパイロットを目指すように、志すようになるようです。はい、今回発表のあったのは、ヒロインをめぐる家族の面々のキャスティングとなっております。まず岩倉浩太役を演じるのは高橋克典さんです。浩太は東大阪の町工場を経営する2代目社長、元は重工メーカーに勤めていて飛行機を製作する夢を抱いていましたが、父親が病死したため急遽退職し、ネジを作る工場を継いだ様子ですね。娘の舞とは互いに飛行機好きで同志のような間柄になっていく様子です。はい、ということでヒロインの父親が浩太であるということになります。そして岩倉めぐみ役を演じるのは長作ひろみさんです。めぐみは長崎県の五島列島出身で、大学時代に浩太と出会い中退して駆け落ち同然で結婚した様子です。2人の子供を育てながら町工場の仕事も手伝っている、舞や春人が幸せになるように手厚く守ろうとする家族愛にあふれた母親のようですね。はい、ということで舞からするとめぐみは母親ということになります。そして岩倉春人役を演じるのは関ジャニ∞の横山優さんです。春人ですが、舞の3歳上の兄、油の匂いと機械音がうるさい工場が子供の頃から嫌いで、勉強が得意でプライドが高く、早く工場町から抜け出して大金を稼ぎたいという野心を持つ人物です。大学進学で家を出て両親を心配させるようなことが何回か起こるようですが、妹の舞が取りなそうとするようです。ということで舞からすると春人は兄ということになります。はい、そしてめぐみの実の母親、斉津翔子役を演じるのは高畑敦子さんです。翔子は五島列島に住むめぐみの母親、
漁師だった夫が亡くなった後、女で一つで恵みを育ててくれた人物でもあります。何でも自分でやって自分の力で生きていくことをモットーにしています。恵みとは折り合いが悪いですが、孫の舞にとっては良き理解者となるということで、舞からすると母方の祖母ということになると思います。はい、ということで今回4名の俳優さんが新たにキャスティングされたわけですが、その中で3名が朝ドラ初出演ということで、ヒロイン舞役を含めるとですね、4名が朝ドラ初ということで、まあ、非常に新鮮な感じなんでしょうかね。はい、はい、最後に制作統括熊野チーフプロデューサーより今回の起用にあたってというコメントが出ておりますので、そこを紹介して終わりたいと思います。まず素晴らしい方々にご出演いただくことが決まり舞い上がっています。父親役はヒロイン舞を応援し、優しい笑顔と夢を語る情熱を表現していただける方をと考え、高橋克典さんにお願いしましたということです。母親役は町工場と家族の両方を支え、舞とぶつかったり助け合ったりしながら自身も大きな挑戦をすることになるようですね。深い愛情を持って懸命に生きる母を長作ひろみさんにぜひ演じていただきたいと思いましたということです。そして兄役は横山優さんということで、野心家で人を怒らせるような発言をしながらも憎みきれないユーモアを持つ男性を魅力的に表現していただけると思い、横山優さんを選んだということになるかと思います。そして舞を見守り続ける後藤に暮らす祖母役には高畑敦子さん、島の人々と自然と共にたくましく生きるおばあちゃんとして、ヒロインの人生に大きな影響を与えますということです。はい、ということでこの4名のうち朝ドラ経験者は高畑敦子さんだけということで、2009年の翼では玉木香乃子役、2019年の夏空では小畑豊役を演じておられました。はい、今回は昨年の8月27日に制作発表が行われた2022年度朝ドラ後期作品舞い上がれについて、福原遥さんが演じるヒロイン舞を取り巻く登場人物の新キャスト第1弾が公式より2月7日に発表がありましたので、人物像やヒロインとの関わりを紹介してきました。ヒロイン舞をはじめ舞の家族たち、父母兄と朝ドラ初出演の方が多いということで新鮮な印象を受けました。新キャスト第2弾も気になるところですね。はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。